司くん、君裁縫ができるんだって？穴が開いてしまって困っている衣装があるんだけど。ほう、衣装か。いいぞ、穴の一つや二つすぐに縫って。ん？なんだこの穴だらけの衣装は。もともと穴の開いたデザインだったんだけど、もっと突き抜けたデザインにしようと思ったらこうなってしまったんだ。突き抜けすぎだろ物理的に。というかこれ、どれが元の穴でどれがお前が開けた穴なんだ。あと爆中の練習も一緒にして楽しかったよ。え、本当？私がお姉さん？よし、じゃあこのまま頑張って怪盗兄さんよりもお姉さんになっちゃおう。また来たのかい。よくここまで入ってこられたね。ちゃんとすれ違った人にこんにちはって挨拶したら大丈夫だったよ。うん、きっと面倒ごとに巻き込まれる気配を察知して見て見ぬふりをしたんだろうね。ではせっかくだ、司くんとネネを迎えに行こうじゃないか。さすが世界最大級の交差点。あっちでもこっちでも外国からの観光客がしきりに撮影して。ん？なんだ、カメラを俺に差し出して。ああ、そうかそうか、一緒に写ってほしいんだな。オーケーオーケー、日本での最高の思い出になるよ。とっておきのかっこいいポーズで写ってやるぞ。もう。ねね、ロボットに新機能を追加したよ。そこのタグを引っ張ってみてくれるかい？これ。これ防犯ブザーだよ。最近ショーの練習で夜遅くなることが多くなっているからね。は？何？うるさくて聞こえないんだけど。先輩、ご家族の皆さんは元気ですか？もちろんだ。さっきも無事に学校に通えるようになったしな。そっちはどうなんだ？多少は進展あったのか？相変わらずです。そうか、ま、いつでも俺を頼るがいい。何せ俺は先輩だからな。はい、ありがとうございます。花見ちゃんはフェニックスワンダーランドで遊んだことある？小さい頃に幼馴染のみんなと。懐かしいな。その時ペニーくんのぬいぐるみを買ったんだけど、今でも大切に持ってるよ。そうなんだ。ふっふっふ。ではそんなほなみちゃんに素敵なお知らせ。私たちがいるワンダーステージで着ぐるみショーをやるんだ。ペニーくんもいるよ。
着ぐるみショーか。しほちゃんが喜びそう。ありがとう、Mちゃん。今度、幼馴染の友達を誘ってみるね。ない。どこにもない。でも、確かにこの辺りで。あのさ、なんだ、レンク。昨日この辺りで台本覚えてたんだけど、そのそうだ、よかった、すぐ取りに行かなくちゃ。教えてくれてありがとう、レン。なんだなんだ、どうした。おじいちゃんと食べに来てたたい焼き屋さんがなくなっちゃってる。たい焼き、ああその店なら向こうの通りでまだやってるぞ。本当、どこどこどこ。熱苦しい、案内してやるからとりあえず離れろ。なぜありとあらゆる健康番組は野菜を食べることを勧めるんだろうか。僕にとってはむしろ健康を害する味にしか感じられないというのにね。ルイって相変わらず野菜食べないよね。外でご飯食べるときとか困らないの？そもそも馴染みのない店では食事をしないからね。そんなに困ることもないよ。食べられるようになろうとは思わないわけ？野菜なんて食べなくてもここまで大きくなれたんだ。今更必要性は感じないね。前から思っていたが、このテーマパークのマスコットはどうしてペンギンなんだ？違うよ、フェニックスだよ。まだ子供だからまん丸で可愛いけど、大きくなったらすっごいんだよ。ん？もしかして大きくなった時の姿みたいな設定もあったりするのか？ないよ。ないのか？あのさ、ああそれはネネロボだよ。以前はネネが操作をしていたんだけど、ネネはもう一人でステージに立てるようになったからね。ネネロボの方も一人で動いて喋れるように改良したんだ。今はまだ試験運転中だけど、しばらくしたらネネロボもステージに立てるようになると思うよ。そうだ、ルイが用事で来られないから代わりに俺が小道具を運ぶという話だったが、なんだこの大量の荷物は。お前たち一体何を買ったんだ？石鹸。よかったね、つかさくん。すごくいい匂いの石鹸だし、きっと楽しいパフォーマンスができるよ。ちょっと待て。お前たち、俺にどんなパフォーマンスをさせる気なんだ？クーポンがあったからって、ちょっと買いすぎちゃったかな。とっさに受け止めちゃったけど、これアップルパイ？というかこの人どれだけアップルパイを持って。ごめんな
だったら、お詫びにそのアップルパイどうぞ。はあ、どうも。ここは本当に面白いね。あの空飛ぶ汽車はどういう仕組みで飛んでいるのか、ぬいぐるみたちはなぜ会話ができ動けるのか。汽車はともかく、ぬいぐるみを捕まえて解剖するのはやめろよ。ああ、なんということだ。司君には僕がそんな非道な行いをする人間に見えていたなんて。いや、俺のことは散々好き勝手してるだろうが。だって司君だからね。ねねちゃん、ここのアップルパイ美味しいんだよ。同じクラスの子がここのアップルパイが大好きで、いつも10個とか20個とか買っていくんだって。それ自分用、人に配る用とかじゃなくて？うん、家族の分以外は全部自分用だって。それだけ美味しいってこと？なら一つくらいは食べてみようかな。